こんにちは、ナビゲーターのさくらです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、世界には目を疑うレベルの不思議な現象、物質が見られる砂浜があるのをご存知でしょうか。自然が作る奇妙な現象はそこでしか見ることができません。ここでは本当に実在するちょっと不思議な世界の浜辺たちをご紹介いたします。それでは行きましょう。衝撃。一度は入ってみたい世界で最も不思議な5つの砂浜。大穴に隠されたビーチ、ポルトガル。ポルトガルのアルガルベ海岸近くには自然が作った巨大洞窟があります。この穴の奥深くには太陽の光がほんの少し差すだけの隠れビーチが存在するのです。ポルトガルでは観光名所でもある幻想的な砂浜なんだとか。穴はかなり深く危険なため、周辺は柵で囲まれていますので、入りたい場合は外から入るしかありません。温泉が湧き出る砂浜、ニュージーランド。ニュージーランドのコロマンデル半島には、温泉のように湧き出る砂浜、ホットウォータービーチがあります。地下の地熱で温められた温泉が砂を通して湧き出てくる不思議なビーチです。潮が引く2時間ほどは海面が低くなり、その間に温泉を楽しむことができるので、人気の時間には海水浴者やサーファーたちが一斉に砂浜を掘り起こして自分たちの温泉を作り始めるそうです。青白く幻想的に光るビーチ。オーストラリアやアメリカ、日本の富山湾など、世界の十数カ国で青白く光る幻想的な浜辺を見ることができます。これは水の中の小さな微生物たちが体から光を放射する生物発光という現象なんだとか。しかし、発光するためには強いエネルギーが必要となるため、特定の条件下でのみ光を作ることができるそうです。ちなみにこの光の目的は、生物たちの擬態や照明、敵の撃退、仲間とのコミュニケーションなどに使われているそうです。消える海、インド。インドにあるチャンディプールは通称消える海とも呼ばれています。その名の通り、目の前の海がごっそりなくなってしまうのですが、その原因は極度に平らな海底にあります。あまりに平らな海底と1日に2回起こる干潮が海を5キロ以上も後退させるそうです。観光名所としても知られ、海が消えて赤いカニが大量にいる時間には人が歩くだけでなく自転車、車を走らせることもあるんだとか。正体不明のドラゴンエッグビーチ、ニュージーランド。ニュージーランドのコエコヘビーチには、モエラキ、ボールダースと呼ばれる丸い奇妙な岩石たちが転がっています。その大きさは半径2メートル、重さ数トンにもなり、不規則に亀裂が入っているのが大きな特徴です。先住民族のマオリの伝説によると、この岩は1000年前に作られたカヌー船から漂流したもので、うなぎ漁業に使われていた氷炭型のカゴが固まったものだという。また、この地形を調査した科学者によると、およそ6500万年前に形成された凝固石の可能性が高いと見られています。真珠ができる過程と似ているそうですが、その正体は未だ不明のままです。はい、この話題を最後まで見てくれて、ありがとうございました。すごい、いろんなところがあるんですね。へえ、日本にもあるその綺麗に光るっていうのはなんかテレビの番組かなんかで見たことがあります。機会があったら一度は行ってみたい。富山湾ですね。白エビも一緒に食べに行きたい。ふんふん。でも私、もし海外にも行けるんだったら、ニュージーランドの温泉が湧き出る砂浜にも行ってみたいです。温泉に入るのとっても好きなんですよ。絶対気持ちよくないですか？だってね、海でわーって遊んだ後に、あーほっこりって、まあ、
砂を掘ったりするのが大変そうですけど、あとは洗い流すのとか大変そうですけど、なんかすごい海を近くに感じながら温泉に入るのは絶対に気持ちいいと思いました。他にもいろんなところがあるんですね。いろんなところに行ってみたい。さて、あなたはこの話題をどう思いましたか？行ってみたい、なんか素敵と思った方はぜひグッド評価をお願いします。またあなたの気持ちをコメントしてくれたり、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、ぜひナビゲーターさくらの応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。